頭脳と心理の頂上決戦ゼノ帰ってまいりました。装いも新たにあのゼノが帰ってまいりました。よろしくお願いいたします。支配人の中田敦彦です。さあ今回のグラディエーターはですね、オリエンタルラジオ藤森慎吾 VS 女優の山本舞香さんですね。いやーどういう戦いが繰り広げられるのか。この藤森慎吾という男はですね、ものすごく相手の心理を読むのがうまいんですね。特に女性の心理を読むのに長けて、そういう男性。さらに女優の山本舞香さん、もちろん女優としての評価が非常に高いですから、相手を騙しお芝居をすることなんてのは造作もないと思いますよ。一体どちらが相手の心理を読むことができるのか、そしてその頭脳を駆使して相手の裏を書くことができるのはどちらなのか、対決の間にお二人が揃ったようです。お願いします。お願いします。どうぞ。よいしょ。美しいな。ということで、ゼノ初戦、山本舞香ちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、ありがとうね、来てくれて。いや、お久しぶりですね。久しぶりだね、ちょっとね、はい、ブランチで3月まで一緒だったけど、そっから元気してましたか？それ以降一切お会いしてないので、一切って言い方ちょっと悲しいからさいいね、元気でしたよ今日ここホテル。いや、すごいですね、こんな。待って、いいじゃない、ぴったりのこの格好で来てくれて、よくお似合いです。ありがとうございます。ゴージャスな。ゼノはまあ今日初めてだよね、やるの。はい、初めてです。でも俺も実は初めてなんで、はい、これを中田が見てますから。見てますよ。今日はあっちゃいませんが、はい、2人で、まあ、楽しくやっていきましょう。はい、うん。で、今日のルールは先に3勝した人が勝ちです。はい、よろしいでしょうか。はい、それじゃあいきましょうか。ドキドキしますね。じゃあもう早速第1戦目いきたいと思います。はい、まずは先攻後攻、このね、引いたカードの数字が大きい方が先攻です。舞香ちゃんから1枚引いて、で同時に出します。今日の藤森君本気ですね。じゃあいきましょう、せーの。おー、近いけど7-8なんで僕が先攻で。はい、なんか緊張感あるね、こういう感じで。あんまり、うん、息できないもん、なんかなんか息できない。藤森さんとのこういうその YouTube とかで息できないことなんてなかったけど、いや、どんだけ気楽にやってたんだよちょっと今日なんか息できないな、なんだろう、中田さんに見られてるっていうのがあのプレッシャーというか、うん、上から見てるからね。見てますよ。ちょっと怖いですね。はい、さあ、じゃあ手札配っていきます。そしてこれが転生札。それでは先行は僕から。はい、じゃあお互いオープンしましょう。うん、じゃあ先行は僕から。はい、いくね。さあ、来ましたね、いきなりですけれども、最初は5番の死神。なので1枚引いた上でそれをシャッフルしてもいいですし、いきなり死神モルスから来たということは、なかなか大きいカード持ってるかもしれませんね。なんか今1枚だけカード目で追ってたね。いいカード入った。うーこれいきなり面白いぞ、はい、いきなり強いやつ。はい、かなり強い。はい、それどっち？言いませんでも1個が大きくて1個はちっちゃいんだ。はい、ね、はい。じゃあ残したいカード、どっちか指さして。全然カード見ないの、俺の目まっすぐ見てくるじゃん。こっち残したい。10番は残したい。今正直に言いましたね。どう出る？舞香ちゃんって昔から本当全然嘘つかないもんね。はい5年ぐらい一緒にいたけど、もう本当にまっすぐで素直ないい子だなっていうことを今残したいって言った方は
あ、嘘じゃないんだろうね。ドキドキするこれは。うわーやられた。さすが藤森。はい、いやすごいねこれ、いきなり引いたの。急展開だこれ。はい、じゃあ舞香ちゃん、これは英雄のカード引かれたので手札も出します。うわこれは嫌です。いや嫌ですじゃない、これルールですから。英雄は一度殺されて転生するときに持ち札も死ななきゃいけないんです。皇帝もだ。ただこれでえげつないいやえげつないカードだったねこれ。いや俺よく銃を今、いやこれはすごい。これは転生札がありますから、皇帝以外に英雄が脱落させられたので、この転生札これが現状最強のカードが8位になりましたね。まだ試合は続きます。すごいねこれ、過去初じゃないかな、この初手で90がなくなる最高の幕開けだ。もうこっからはすっごい汗かきました。うーんいい顔してますね。面白くなってきたね。事実上今もうこれは8番が一番強いカードということになります。はい、90がなくなった。うわこのパターン俺もないわ。じゃあ舞香ちゃん、藤森はなかなか侮れない。これはでもど、まあ、考えようによっちゃ本当実力が出るよ。さあ自分の使いたい方のカードを切ってください。うん乙女、乙女オリビアです。ガードしたいんですね、うん、俺の攻撃を受けたくないと。はい、じゃあいきましょう。ほうとなると守護を出した時に一番嫌な守護乙女返し効果無効ですからね。せっかく守ってるのに意味がなかった。乙女返し一番嫌だ、それも知っている。藤森慎吾は侮れないですね。出していいですか。出していいよ。おお、賢者のカード、次のターンに3枚カードを引けます。賢者ロレッタ、これは救いの一手になるかもしれない。ただもう90がないからね、こっからは本当にどう読んでいけるかですが、なるほど賢者をね、そこで引いたっていうことは。じゃあ僕はこれです。精霊のカードと言いまして、なるほど、お互いの手札を交換します。最強の8を出さなきゃいけなかったんじゃないかこれ。8絶対持っておきたいもん。じゃあ交換します。8を出したか、出さざるを得なかったはずだ。ああ、やはりにやけちゃってんじゃん。まあ今もうお互いね手の内は分かってる状態です。これ一気に山本さんが有利になってきたぞ。これは3枚引いてください。その中から好きなカード1枚選んで山札に2枚戻すと。これ3枚の中にもしも貴族が入ってたらここで決まるぞ。今藤森くんは気が気じゃないだろうな。なんだろうね、この90がないっていうだけでなんか緊張感がまた違うというか、でむき出しの勝負だよね。はい、もうこのなんだろう、勝てる気しかしてないですね。勝てる気しかしてない。はい、どうぞ出していいですか。はい、さあ死神、じゃあ僕が1枚引きますね。これでここはしのぎたい。さあどっちか好きな方を捨てさせることができますが、何か質問とかあれば。でも強いカードは持ってないから。強いカード持ってない。持ってない。そう、じゃあどっちを捨てたくないですか。どっちを捨てたくないか、うん、どっちかな。彼は平気で嘘をつける男です。いいね、山本舞香の目をこんなにじっと見つめられる機会が来るなんてね本当にこっちですか。こっち口元が硬いですねどうですか。よく見てるね、ドキドキする。あと考えるときにこっち見ましたね。ということは逆いった。
じゃあこれここ捨ててください。今引いたやつ。はい、賢者取られた。これはなかなか良かったんじゃないですか。なるほどね。心理戦なので、はい、得意です。でも、ね、マイカちゃん、本当に残したかったカードはこっちだったんです。やられた。はい、怖い。ありがとうございます。山本舞香の今から身辺調査を行います。まだ出てないカードがあるんだ。きたー。きたー。これはね、舞香ちゃんの数字はそうだね。さっき俺から奪っていったよね。その通り。カードを。当然何のカードが残ってるかは知ってます。当てていいですか。はい。8番、精霊。ありがとうございます。お見事。はい、です。お見事。2枚持ってるだ。まあ、今引いてきたんだよね。これはどっちを奪われても、うん、まあだから今のはもう手の内がバレてたからで、2が出てなかったからね、早めにバレてるカードは捨てとけといけない。恐ろしい男。まあ何やともれ初戦を勝ちましたんでありがとうございます。あと2回。でもなんだろうね、怖いよ、ある種恐ろしい男だ。山本舞香は球児を1ターン目に引いてきた。引きの強さ。そう、この辺りやっぱすごい。この、ね、この2枚を持ってる時何も怖くなかった。どっち引かれてもよかった。まあ、そういうことだもんね。でも、まあ、9をもし俺が引いてたらまだ全然分かんなかったね。10ずっと持ってたから。はい、いやー、面白い。私の勝利です。残念でございました。やるな。両方兵士を持っていて、あの顔か。さあ、それじゃあ第2試合始めましょう。はい、じゃあ引かせてもらいますね。まあ今回はちょっとね、じっくりやっていきましょう。一勝して余裕が出てきてるな。藤森、先ほどはもうかなり序盤で大きな動きがあったんで、はい、まずは1枚目の少年。1枚目は何の効果も発動しません。2枚目出た時に皇帝と同じ効果が発揮される。完全にルール入ってる。対決。いきなりか。対決？これは恐ろしい。この一ターン目で。はい。いや、まあ全然すごい強いカードを手にしたってこと？でもね、それはどうですかね。でも大丈夫。俺が。これ90って可能性もある。賭けに出ます。ギャンブラーだね。この序盤で対決する、相当前かじゃん。強くないと勝ち目ないよ。8とかでも結構強いと思っちゃってたらそれは危険ですよ。何持ってんの。でもまあ6をもう出さざるを得なかったっていう可能性もあるよね。うん、対決でいいですか。藤森さん、これはピンチだ。じゃあ、せーので出しましょう。数字が大きい方が単純に勝ちです。それではいきましょう。せーの、よっしゃ。よっしゃじゃないのよ。返しましたね。お返しをしました。きっちりと。見たことないわ、こんなあのやり口。いや、よく5、6でよく対決出したよね。いや、すごい勝負だ。結果として勝ちましたけど、短かった。勝ちだ。いや、ここで6切る人多分初めて見たわ。すごい。決まりはないからね、ゼロに。これが正しいっていう、もうこれで5で対決して勝てるって踏んだ。もうお見事。山本舞香がまあ正しかったという。俺だったら絶対ここは死神いっちゃうね。まず普通そうです、ね、直感派なんで。直感、いや直感すぎるでしょ。直感で勝てると思ったのか、
まだ単純にゲームに慣れてないのかどっちかわからない1と1なんか1を出した時に、はい、これを次を出したらみたいな説明をし出した時にあれこれ高いのは持ってないのかなっていうふうに思いました。俺がもう1持ってんじゃねえかと思って1ではないけど低いのを持ってるんじゃないかな。やっべ、それはね、これ意外と油断できねえな。かなりアンテナ高くないとね感知できないですから、今のはほんとすごい戦い。前川ちゃん今いくつになったの？まだ23歳です。23歳がでも最初出会った時 18?9? すごいな。19歳です。19だ。すごいオーラですね、山本さん。子供みたいなイメージでいたけど、うん、今なんか言動をちゃんと聞いて観察されてたとこ見るとやっぱ大人になったね怖いわ。恐ろしい。まあでもこれで一勝一敗、振り出しに戻っただけです。まだあと2勝した方が勝ちだから、全部3勝取った方が勝ちだから。ちょっと待ってね、今のはちょっと対決をまさかあそこで出してくるって、このなんか山本舞香にやっぱセオリーってもう通じないよね。誰がどう考えてもあそこで6は多分出さないんですよ。だけどそこで出すあの度胸と勘、これあっぱれです。他の誰でもどんな頭脳明晰な人でもあの選択やっぱできないからね。言ったら精神でしょ。これは悔しそうだ藤森さんも。さあそれでは第3戦参りましょう。先行は私からです。じゃあオープンしましょう。いやちょっと今のはなんか全然全く分かんなかった。もう予想とか、うん、いろんな詮索は無意味なのかなってちょっと思っちゃったよ。なんか俺汗かいて今ここにピタンと一つもの汗が出てきたもんね。なんだこの写し筋。まさに今の一戦大きかったのはセオリーで予想しても通じないかもしれないって藤森に思わせたことですよ。この一戦はでかかったな。ちょっと気持ち下げていこうかな。いきなりの兵士。これで舞香ちゃんが持ってるカードを俺が一撃で当てれば、いきなりの兵士クラビスには何がしかの理由があるはず。舞香ちゃんが持ってるカード5以上ですか？さあじゃあ4以下。さあ、うーん、5以上って聞いた時のやっぱ一瞬迷っちゃったね。5以上ってことがバレたくなかったのかな。じゃあもう嘘つけないから、はい、ね、嘘はつけない。5以上だよね、うん、まあでも5以上90さっきねいきなり引いてたけど、それをいきなり持ってるってことはないと思うから、まあ5678この4択ぐらいから絞っていい？一気に 25% まで跳ね上げた正解確率を。どうぞ。これはすごいぞ。ちなみにカードは男性女性どっち？さあいいですよ、一回カード見ていい？どっちかわからないです。どっちかわからない。そうなるとだいぶヒント与えてるよそれ。どっちかわからないカードっていうのは、うん、5以上だと、まあ、俺も最初これどっちなんだろうと思ったけど、それしかないわ。まあ行ってみようか。5番死神。ブー腹立つ。全然どっちか分かんないわ、嘘だったか。はいどうぞ、舞香ちゃんのターンです。賢者。次のターン3枚引いてみます。これさっきと同じように6で勝負かけなかったところはやはり山本さん侮れない。さっきあのカード5ではないということが分かりました。ん？でもその7を持ってたって可能性もあるのか。この辺りパニックに陥りやすいんです。あ、でも賢者を出して5じゃない、6対決を出したら、うん、890の可能性あるな。強いカード持ってますねあなた。
これは危ないな。ただ出せない。一回操作だ。うわー、連続で。しかし情報は薄い。攻めづらいな。情報は薄い。 今の段階での操作はむずい。でも8、9、10の可能性あるよね。はい、枚数的に考えると9、10の可能性は薄い。男性ですか女性ですか、もう一回聞いてみようかな。どっちか分からないです。どっちか分からない。答えたくないということはかなり藤森君を警戒してるっていうことでもありますよね。まあ、8、9、10は、まあ、分かるんだよね、見た目ね。あと分かんないのは、まあ、1番の少年とかね。少年は少年って言ってるからな。1を残して賢者出すとかっていうことも考えづらいから、1、3、5じゃない。2でも5でもない。それは確実。2でも5でもなく、情報少ない。少ない。まだ序盤だ。いやこれマジで持ってんじゃねえかな、マイガちゃん。ここまで持ってる持ってる言ってるっていうことは、ね、藤森くん逆に持ってるのかもしれないな。すっごい強いカード持ってる。さあ。読み切れるか藤森。わかった。10番英雄をあなたは持ってます。どうでしょう。そんなわけはないよな。まあまあまあ、これで2位がね、2枚消えたっていうのはまあ序盤で結構安心ですよ。はい、藤森くんが2を2回出してるのがすごい気になる。すごく気になる。全然わかんない。読ませてくれないね。なんか表情変えるよね、1回目と2回目と3回目で。もう好きなカード1枚残して2枚戻して。賢者忘れをせずちゃんと3枚引きました。冷静です。だが微妙な一手だ、これ。引きが微妙だ今回だけは。はい、じゃあそれがマフラーに戻してみます。したら僕がシャッフルします。すごく使えるカードが来たということではないですね今で。次何を切るか考えてください。まだわからないなこの戦い。さあ、まいがちゃん、どんな攻撃を仕掛けてくるんですか。うん、死神。揺さぶりたい。どうも藤森くんの方が捨てたくないカード持ってそうな雰囲気がさっきからありますからね。聞きたいことあったら聞いてください。ないです。おお、聞かずに言った。すごい強気。はい、8番の精霊は。なんで何もさ、また直感ですか。力が入ってたから、守りたい方に。強いカードではあるからね8番。8だから出せなかったっていう仮説は立ちますよ。俺だんだん分かってきたぞ、マイガちゃんが何のカード持ってる。8-2 だったから出せなかった。そうなんです、私はもう一枚。精霊に翻弄されてる。これはカード交換です。これが吉と出るかどうかまだわからない。どうぞ。しかしここからは展開が早そうですね。うわ、来た。騙された。英雄を渡した上で貴族を持ってることはこれ不利でしかないですからね。どうぞ。絶対に勝てないカードを持ってる上での対決のカードは不利でしかない。こっからが面白い。出してください。もう出すカードは1枚しかありません。1枚は出せません。藤森、ここからどうする。はい、また死神好きね。さあこれでマイカちゃんは僕のカードを1枚捨てることができます。
どっちを捨てたいですか。こっちです嘘つきだからな藤森さん。バレてる嘘つきバレてる。長いからね付き合いが結構こういろんなもしかしたら癖とか、俺が嘘つくときはこんな感じの表情するとかってやっぱ分かる。こういう駆け引きの時は分からない。普段は分かる。あんま嘘ついたことないでしょ、うんうん、こっちを捨てたい。俺はこっちを捨てたい。こっちは大事じゃない。大事大事大事これで、あーなんでこっち取ったの。息してなかったかな。息してなかった、うん、だいぶ動揺してんじゃんどうぞ。あ、俺だ。ここで皇帝取られたら痛いな。絶対に奪われたらいけなかったんですよ今藤森さんは。勝負は終わってません。守ってる場合ではない。このまま山本さんが逃げ切るのか。しかしここで分からないのがゼノですよ。賢者、次のターンに3枚。もう兵士もない、皇帝もない。くー厳しいね。厳しい。これは追いかけられないか。これは全く意味がない。占い師、覗くまでもありません。僕は何のカードか知ってますか。その通り。ここで貴族でも来ようものなら、これは罰でやられる。厳しいな。かなり危ない。混ぜます。あ、俺が混ぜ。これはもう厳しいのか。捜査が消えた。死神もない。どうぞ。そうくるよね。はい、この勝負山本舞香の勝負。やったー、これはお見事。いやー、あそこで皇帝を見破られたところが勝負の分かれ目でしたね。完璧でしたね。もう左引くっていうのが多分分かってるから、今までずっとこっちばっかり。守りたいものは絶対次こっち行くって思われてるなって思った。あー、ここは美しい。一応本当に引きたいですか、うん、でもこっちにあったから本当に守りたいものは逆言っとけばよかった。てかもう1だった。恐ろしいな。くっそー。え、もう今2ポイント。はい、やば、俺あとないじゃん。もうごめんね。全部見抜かれてる。おじさんね、女の子の表情にはうるさいんだわ。恐ろしい顔してるぞ。ダメよ、嘘ついちゃう。これ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 、この瞬間が見たくて洗脳を作った。マイカちゃんはやっぱり強運の持ち主だね。ここまでの戦いを見てきても本当に、いやー負けたかと思いましたよ。